こんにちは、ひかりです。今回もフリーマーケットお買い物中実況です。前回までとね、同じフリーマーケットですね。新しいフリーマーケット行きたかったんだけど、新しいフリーマーケットっていうか、前にね行ったフリーマーケットにまた行こうと思ったんだけど、ちょっとね今回予定が合わず行けなかったんですよ。だからね、そう、また来週行きます。また来週ここ行こうかなとか思ってるけどね。そう、今まだやってないフリーマーケットとかも多くて、都内とかの大きいフリーマーケットはやってないんですよ。あの大井競馬場のビッグフリマがまだやってなくてね。50円、これかなり安いと思うんだけどね。やっぱ子供服多いな。あとはレディースか。子供服って成長に合わせていらなくなるから、やっぱ売る人も多いんだろうね。そう、大井競馬場のねフリーマーケット、なんだっけ、正確な名前忘れちゃったけど、なんか東京ビッグフリマみたいな名前なんだけど、大井競馬場の駐車場でやってるんだけど、それが多分ねかなり日本でもトップクラスに大きいフリマで、しかも毎週やってるっていう意味ではおすすめできるんだけど、多少高かったりとか、あと業者が売る側も買う側にも多いっていうのがねマイナスポイントですかね。こういうところはね、あんまり業者で買う人がいないっていうか、仕入れに来る人っていうのがほぼいないから買いやすいですよね。まあもちろん売る側は業者さんもいるんだけど、やっぱ買う側に業者が多いと、どうしても売る側も業者に売った方がいっぱい売れるから、もう業者と業者同士の取引ばっかになっちゃってて、一般が入りづらいみたいな雰囲気がやっぱね、大井競馬場のフリマあるんで、そういう点ではこういう田舎のフリーマーケットみたいなところの方がのんびり買えるのかなって気はしますね。ここだって出店がまずのんびりだからね。開始時間になっても全部出店完了してないぐらいだからのんびりですよ、でこことかもやっと準備完了したって感じですかね。今の右側のとこね、ここね、ここかなり遅かったかな。空気清浄機とか売ってますね。植物売ったりもしてますね。やっぱぬいぐるみ多いよね。ぬいぐるみはまあどうしてもね、買ったり取ったりした時はテンション上がって嬉しいけど、その後ちょっと邪魔になるって人も多いからね。まあガサバるしね、ぬいぐるみはね。で服とかもあって、服とかもちゃんと見てくればよかったな。そうそう、フリマとはまた若干離れちゃうんだけど、あの最近僕ね、ジャンクプリンターをまた買おうかなとか思ってて、最近プリンター修理をねなんかしたいなって気持ちになってきて、 YouTube でそういう動画が増えてきたじゃん、プリンター修理の動画とか。それ見てたら大体もう修理できそうなんで、そう、プリンター修理しようかなと思って、今自宅にあったプリンターを今直してる途中です。今ね、インクをまたね買ってきて、あとそれを入れて動けば OK みたいな。サブチャンネルでねちょっと修理してる様子を、ただ垂れ流ししてるっていう動画をね、あの出したんだけど、本当はそれにナレーションを入れればメインチャンネルで上げれたんだけど、まあ、30分以上あったんで、まあナレーション入れて出すのもな、めんどくさいなと思ってやめちゃいましたね。そう、だからナレーション入れずにサブチャンで上げました。本当はメインチャンネル用にね、ナレーション入れながらね、あの出す予定だったんで、動画撮影中喋ってなかったんですよね。そうだから、ジャンクプリンターとかをこれからハードオフとかで探そうと思います。今さっきのとこ空気清浄機は売ってたよね、ディズニー。今のとこね、プレ版のアイテムとか売ってたんですよ。プレ版の抽選で当たって買って、それを売ってるっていう、わかんないけど、抽選で当たったとかなんか言ってたけど、どうなんだろうね。当たって売った、買ったみたいな。だからプレ版であれって抽選なんだっけ、わかんないんだよね。まあ、メルカリとかでもよくあるあれだよね、2つ当たっちゃったので売りますっていうね、よくある文言ですよね。いや嘘でしょ絶対って、当たったら転売しようと思って応募したでしょみたいな。まあいいんですけどね。いいですね、空いてて、この空いてるというか、この田舎感がいいですね。
こういうなんかただ歩ってるシーンとかはカットしてもいいんだけど、なんか、うん、実況感の方がいいかなと思って。出店みたいなのも出てていい。出店っていうか、あの、なんていうの、車から直接売るみたいな、最近流行ってるじゃないですか。ご飯屋さんみたいな、車で直接売るご飯屋さんみたいな、なんていうんだっけ、それとかもね出てましたね。ドールのお家がある、あれいいけどね。まあ自転車とかで行ってたらなかなか持って帰りづらいけど、食器とかいろいろありますね。うん、古そうなバービー人形だけど、足にね、なんかね、動物が噛んだ跡みたいなのがいっぱいあったんだよね。だからちょっと今回やめましたね。どこら辺は、こっちが今来てる方向が、あの、出店が早かった順で早い方ですね。なので割ともう毎週来てますよみたいなとこなのかな。毎週っていうか、ここ2週間に1回だっけな。毎週はやってないんかな。そう、隔週だね。そう、主催団体があって、そこがやってるとこなんだよね、なんかね。いろいろ主催してるみたいで。あ、こことかはね、割ともう、出店し慣れてますよね。金属とかもある程度売ってたけど、なんか1万円以上のものを売るときは、その主催者に申請しなきゃいけないんだってね。だから1万円以上のものっていうのはあんまりないのかな。その代わり8000円とか7000円は結構あるけどね。まあ、あんま高額なものってフリマで買うのはね、おすすめできないよね。保証とかないしね。特に機械類とかは壊れてる可能性高いし。あとは、これレアだよとかお買い得だよっていうのが嘘の可能性が高いですからね、結構。いやー、そんなわけないじゃんっていうのが結構ありますからね。トモソフビメイドインジャパンだから貴重だよとかって言われても、いやいや、メイドインジャパンだからってそんな高くないってっていう時とかありますからね。しかもこれ別にレアなやつじゃないしみたいな。いや、僕も早く出店したいな。で、今の時期さ、秋、まあ冬ではないですし、今秋だよね。ほんとね、売る側も買う側もほんと気持ちのいい季節ですよね。暑くもなく寒くもなく、ちょっと涼しいぐらいでマジちょうどいいんだよね。出店するなら今。今か、まだ夏の方がいいよね。冬ってきつそう。フリマ出店するときってじっとしてることが多いからさ、やっぱ寒いときつそうだよね。暑い分にはまだね。でも暑いのもきついか。商品焼けちゃうしな。こういうアスファルトのところは出店しやすくていいですよね。芝生とかだとゴミが入っちゃうんですよ、商品に。砂とかね。まあ本当屋根があったらもっといいんだけど、屋根があると今度は暗くなっちゃうんだよね、ちょっとね。ここは何なんだろうね。結構もう高いんだよね。おじさんがあんまりね、対応が良くないっていうところなんでね、おすすめじゃないです。ここは割とおすすめかな。なんか駿河屋福袋の中身を格安で売ってるみたいな感じだから、うん、普通に買う分にはお得かなと思いますよ。ここはかなりおすすめ。
通にあの中古屋で買うより安く買えるみたいな。まあ、一番のおすすめはやっぱこういう家の不要品を売ってるみたいなとこが一番安いですけどね。まあ、ぬいぐるみとかに関しては安くない場合もあるけどね。いや買った時3000円したんだよなとかっていうのがあるとどうしても50円とかじゃ売りづらいじゃん。そんな感じはあるんだろうけど、おもちゃいっぱいあるな。そんな感じで確かにこの日の動画があと1本ぐらい確かあったんで、またねそっちも後ほどアップしますので、ご覧になっててください。ということでご視聴ありがとうございました。そうそう、下の説明欄におすすめ商品の Amazon リンクとか載せてるんで、よかったらお買い物はそちらからお願いします。ではまた、バイバーイ。